皆さんこんにちは。こんばんはだぜ。今回も霧雨が降る森をやっていきます。前回はエンディングを二つ見たぜ。幼女から鍵を探すようお使いを頼まれたね。事務室のスペアキーをもらったんだっけか？そうだね、今はそこに向かってるよ。この先だね。開いた。ファイルの棚だね。鍵。ニエフモノキ部屋、これかな。早速見つけたぜ。後でここの人に謝らないと。黙ってればバレないんじゃね？前回通報はしてたしバレてそう。あとはこの鍵を持っていけばいいかな。ほい、持ってきたよ。鍵持ってきましたよ。返事がないみたいだぜ。ただの屍だったか。あの、しおりちゃんも困ってしまったな。そうだね。今持ってる鍵どうしようか。もう一回だけ呼びかけてみようぜ。鍵持ってきましたよ。開けて入ってみようか。あの。あ、いたみたいだね。そこにいるの？思ったんだけど、あなたってさ。何ですか？こんなところに不法侵入するなんて、頭のおかしい人じゃないよね。そこに気づくとは天才か。違うよ。ただ私は、少し知りたいことがあって。ふん。かわいい。学生さん、もしかしてここら辺の子？そうだけど。どうしたの？こんなところに隠れて、閉じ込められるなんて。別に、痛いからここにいるだけ。痛いやつですな。ドン引きしてるじゃん。家に帰るのも嫌だったし、学校の子たちに外で出会うのも嫌だったから。馴染めてないのか。それだけだけど？とにかく、ここにいたかっただけ。でも、もうこんな時間だよ。家に帰らないと。街灯とかも少なそうだし早く帰った方がいいね。言われなくてもわかってるわよ。うるさいな。ごめんて。とりあえずもういい。はい。助けてくれて、ありがとう、知らないお姉さん。お礼の言えるいい子だね。そうだ、ここを開けた鍵は私が預かっておくよ。どうして？返した方がいいよ。だって、後からなんか言われたら困るでしょ？私が持ってた方がお姉さんも安全だよ。うん。まんまと言いくるめられるしおりちゃん。あ、そうだ。なんだなんだ？早くここから逃げた方がいいよ。警官時間を過ぎると危ないから。マジか。そんじゃ出よう。ここの管理人、ちょっと頭おかしいの。マジか、二回目。やっぱ。なんか来た？お姉さんも、できればちゃんと逃げてね。ちょっと。行っちゃったぜ。いきなりサバイバルホラーに変わった？とにかく脱出しよう。特に何もなく玄関前に来たよ、しおりちゃん。タックルしてる。鍵、閉められてる。え？とりあえず、私はどこか抜け出すところがないか探すから。お姉さんはもし捕まっても、私のこと絶対に言わないでね。道連れじゃ、絶対言うやん。ええ、ちょっと待って。できれば一緒に出たいぜ。軟禁状で施錠されてるのか、厳重すぎない？それじゃあ探索していこうか。調べるところは光ったり虫眼鏡マークがあるみたいだね。今のところそれらしいところはないね。刀持ってない？頭おかしいの意味がわかったぜ。行ったか？ふう、危ない危ない。刀の錆になるとこだった。今の、刀？あの部屋から出てきたみたいだけど。行ってみようぜ。
なんかあるね。長いロープを拾った。これがあれば2階の窓から降りれるかな？上の階から。刀を持った人が行ったとこだね。幼女でも見つかったんじゃない？今のうちに逃げよう。廊下に出たよ。悲鳴だ。上の階からだ。あの幼女にバラされたらたまらない。私たちも行くよ。あ。逃げた。いや、いやだ、話して。お前のことは忘れないぞ。ちょっと様子見よう。開いてる。この奥か。近づいてきてる。やばくない？隠れないと。うわ。あ、鍵を閉めないと。大丈夫か？来てるね。めっちゃタックルするやん。どうしよう。何か使えるものはないかな？ロープ。高すぎるみたいだね。何か他のもの、この部屋、何かないかな？壊れたランプだね。ここから落とせばいいのかな？このランプを落とせば大きな音が鳴るはず。結構大きい音だね。いったかな？言ってくれたみたい。早くここから出ないと。でも、どうすれば。あの幼女の分まで逃げねば。そうだ、事務室に電話があるかも。ポリスか、何かあったら連絡しろって言ってたしね。事務室になら、きっと電話があるはず。それで助けを呼ぼう。なんでや、受話器だけ持って行ってる感じか。え、そんな。とにかく、ここから出る方法を見つけなきゃ。事務室の奥の部屋、何かないかな？まだ行ったことない部屋だね。入れるぜ。ダイヤルロック。多分あれかな？ってやつはあるけど先に探索しようか。メモ用紙。早く帰ってください。閉館時間は過ぎています。奥、3階は侵入禁止です。早く帰ってください。閉館時間は過ぎています。そのような資料はありません。明日は休みです。お母さんはどこ？君はどこの子？めっちゃ帰らせようとするじゃん。閉館時間だからね。さやだ。ってことは管理人が刀持って追いかけてきてる？怖。絵本の指南書だね。専門書。じゃあ開けちゃおうか。数字は612かな？カレンダーの切れ端だね。開いたみたい。地下通路の鍵だね。地下廊下、どこにあるんだろう。でも地下ってことは、1階のどこかにあるはず。さすがしおりちゃん。一階で行ってないのは入り口左の部屋だけだね。行くぞー。来ました。床下収納みたいなのがあるね。鍵穴確定だぜ。ここがどこかに繋がってればいいけど。ロープもここで使うみたいだぜ。
あ、何ここ。なんで資料館の地下にこんな通路が。確かに。井戸みたいなやつに蓋と重りがあるね。なんか封印してそうだぜ。なんか小さな石が入ってるみたいだね。綺麗、光ってる。なんでだろう。少し懐かしい光な気がする。小神さんが投げてた石かな？でもなんでこんなところに？でもここ行き止まりだな。早く戻って出口を探さなきゃ。やっぱりこんなところに出口があるはずないよね。見つかる前に逃げよう。うん？あ。死んでない。神？あ、はい。何か書いてあるね。閉館時間を過ぎています。規則厳守、警察をロビーに呼んでいます。ロビーへ。あ、はい。いや、だって。あなたは、そんな刀を持って何を？これは模造刀、管理人です。幼女に騙されたか。全員集合。それじゃあ、佐久間は家まで連れて帰る。佐久間ちゃんって名前なんだ。まったく、何度目だ。閉館時間を過ぎたら帰りなさい。常習犯みたい。一人で帰る。それに、今日はそんなに長い数気はなかったの。もん。でも、鍵を閉められて出れなかったの。仕方ないでしょ。そうだそうだ。大丈夫だってわかってるくせに、大ごとにしてるのは諸月巡査じゃん。管理人のスカ君も迷惑しているし、親御さんも心配してるんだ。少しは反省しなさい。一応ポリスだからね。あの、行くかしおりちゃん。あ、そうだ。スカ君、そこのしおりさんは、ここに用があって訪ねてきたらしい。後ずさり。遠方から来たみたいでな、駅から俺が送ってきたんだが。この様子じゃ、話どころではなかったようだな。頭おかしいって聞いてたから。話なんてしてるわけないでしょ。お姉さんは、怖くてそれどころじゃないよ。ほんと、ここの管理の仕方わけわかんない。佐久間ちゃんね、正直ちょっとちびったぞ。佐久間。でも、確かに俺がきちんと最後まで送り届けるべきだったな。おう、この警察に事情を話した甲斐があったぜ。すまないな。いいえ、とんでもないです。勝手に上がり込んじゃったのは私なので。ただ、知りたいことはわかりました。お、そうか、よかったじゃないか。お姉さん、こんな資料館で何がわかったっていうの？気になるのか、佐久間ちゃん。実は私、ここの所有者だった神崎圭一郎の孫みたいなんです。みんなびっくり。いろいろ事情があって、それを確かめにここまで来ました。それは驚いた。それで君はこんな田舎まで来たのか。ですです。この家に、まだ血のつながった人間なんていたんだ。学生の言い方じゃなくない？動いた。なんだ？やるか？帰ってください。マジか。あ、はい。今日はもう閉館時間ですよね。鈍感しおりちゃん。長々と喋ってしまってすいません。どこか近くで泊まって、もしよければ明日また。明日もダメ、帰ってください。確かに、今日はすごく迷惑をかけちゃいました。でも。助け船はないのか。
何？屋敷の相続で揉めてるの？佐久間言ったれ。こら、思ったことを口に出すな。だが今は嬉しい。確かに祖父の孫ですが、この屋敷をどうにかしたいとか考えてません。ただ帰れ。ひどいぞ。でも、私、どうしてもここのことを知りたいんです。こんなこと、お願いするのも、言うのも自分勝手だと思っています。でもこの前、両親が交通事故で他界してしまって、どうしていいか、わからないんです。恥ずかしいけど。うーし、おりちゃん。私は、自分のことも親のこともよく知らないまま生きてきたんだなって。生まれて初めて、それが寂しいことだと気づいたんです。そんな時に、家でこの村の写真を見つけました。それでバイトで貯めた貯金を下ろして、ここまで来ました。この写真に写ったこの場所が、私にとって唯一の手がかりなんです。だから、この場所のことを知りたいんです。なるほどな。うっわ、意地くそ悪い。帰れだって。一生ついていくわ。さっきから管理人は何に怯えてるわけ？大体さ、よく考えてもみなよ。お姉さんがこんな田舎の古臭い屋敷なんて欲しいわけないじゃん。わかってるね。お姉さんもそう言ってるんだし、ちょっとくらいいいじゃん。まあ、とりあえず落ち着こう。あと、泊まる場所はここら辺にはないぞ。わ？本当に何もない村だからな。バスもなければ、コンビニも民泊もないんだよ。コンビニもないのか。一応、村で決まった非常用の宿泊施設があるけど。それは、この資料館なの。はいですか。管理人もそのことわかってるくせに、意地悪ばっか言わないでよ。まあ、急なことだったし、スカ君も驚いたんだろう。とりあえず誤解は解けたということでいいんじゃないか。まあ、そういうわけだ。だから君はここに宿泊してもいいだろう。やった。村で決まっていることだしな。な、スカ君。私は、その日から資料館に宿泊することになった。ここの管理人さんは、喋れない人のようで、何か伝えるときは、メモを渡してくる。私の声は聞こえるらしい。その夜、私は彼に一枚のメモを押し付けられた。この資料館の外には出歩かないように。私はなぜと尋ねようとしたが、彼はそのまま自室に戻って行ってしまった。私もある程度の心の整理がつけばすぐにでもここを出ようと思う。資料館には村の資料だけでなく、両親の面影も残っていそうだ。それに触れられると思うだけで、胸が温かくも締め付けられるような気分になる。しかし、同時に疑問が生まれた。なぜ、父も母もこの故郷の話をしなかったのだろうか？なぜ、この地から離れたのだろうか？なぜ、昔の知り合いたちと絶縁したのだろうか？何か、隠すようなことがあったのだろうか？その理由は、この資料館や、浅川村にあるのだろうか？それとも、物語のしおり、思い出の影帽子。第2章。はい、では今回はここまでにします。続きが気になる人はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また次回。バイバイ。